足立チ郎ツロー郎は、昭和期の日本の政治家、自由民主党衆議院議員、静岡県周知郡山梨村生まれ、掛川中学校、静岡高等学校を経て、1934年、京都帝国大学法学部を卒業、南満州鉄道に入社する。戦後は、静岡県農業共済組合連合会、会長などを経て、 1949年の第24回衆議院議員総選挙で、吉田茂率いる民主自由党公認で、旧静岡3区から立候補し、初当選、以後当選12回。自民党では、佐藤栄作派、田中角栄派に所属。大倉政務次官、衆議院を大倉委員長、衆議院農林水産委員長などを経て1972年に、第一次。 田中角栄内閣で農林大臣1974年には第2次田中角栄内閣第2次改造内閣で科学技術庁長,長官として入閣する。大柄な体系から殿様ガエルのあだ名が付けられ、気さくかつ大らかな人柄で知られた。1972年核服戦争で大荒れとなった自民党総裁選で選挙管理委員を務めた際は、 田中の勝利を確信するや、稲や、壇上からおもむろに右手で、OK サインを掲げてみせ、テレビ中継を見ていた視聴者をも驚かせた。1984年君一等旭日、大受賞受賞。1985年、竹下登が田中派内部で、創生会を旗上げすると、田中派長老で唯一、最高顧問として参加。 すでに直総選挙での引退を表明していたが、この運動を成し遂げようと会合に参加した後輩たちを激励したと言われる。ちなみに、1983年に足立と同じ旧、静岡3区から衆議院議員に初当選していた熊谷博士は、足立の引退表明により田中入りがかない、事実上足立の後継者となった。1986年政界を引退。 1988年8月14日死去。78歳没。個人の医師により遺体は医学発見のために検体された。池田隼人、佐藤英作、岡崎勝夫、前尾重三郎、橋本良子、麻生高吉、小淵康平、西村栄一、橋本富三郎、福永健二、塚原敏郎、藤枝仙海、木村敏夫、稲葉治、川本敏夫、 森山金次、常並徳次、有田木一など、ありがとうございます。